之さんはいとこにあたります。1983年7歳の時に父の名を継いで2代目市川亀治郎として初舞台を踏み、歌舞伎役者としての道を歩み始めました。その猿之助さんに2011年大きな転機が訪れます。突然来たような話でございますが、おじい市川猿之助のたっての希望となりまして、私が四代目として猿之助を継ぐことになりました。おじの猿翁がかつて名乗っていた市川猿之助の襲名を発表。この後は、この猿之助という名前を次の世代に